砂防園堤砂防園堤とは、小さな渓流などに設置される、土砂災害防止のための設備の一つ。砂防法に基づき整備され、いわゆる一般のダムとは異なり、土砂災害の防止に特化したものを指す。法的定義では、基礎地盤から、包みいただきまでの高さが15メートル以上のものを、ダムと呼び、15メートル未満のものを石として扱われる。なお、 似たような構造物に床型項があるが、両者の区分を便宜上、ダム項が10メートル以上のものを砂防堰堤と言い,い、それ以下のものを床型項と呼んで区別することもある。目的による区別では、前者の目的は土石流の停止、流出土車両の調整、地滑りに対して、堆積土砂による抑え盛り土としての効果を期待する。 もの、川床の縦侵食の防止などを目的とするのに対し、校舎は川床の縦断形状の安定を期待するものであることが多い。六甲山中の砂防園庭一般的なダムに酷示しているものの、目的が土石流をはじめとする土砂災害の防止であるため、原則として貯水機能はない。通常のダムがアーチダム、アースダムなど様々な形式があるのに対して、 砂防堰堤の本体は重力式コンクリートダムに類似した構造が一般的である。しかし前面の傾斜が通常の重力式コンクリートダムと違いかなり急であることが特徴的である。これは砂防堰堤を腰流する砂力による摩耗を避けるためである。また通常のダムは本体の自重や 止水壁で水圧を支える構造となっているが、砂防堰堤の場合には、本体の両側を両岸に大きく突っ込んだ構造となっている。これは、平常時の水道の固定を目的としたものである。また、ダム下流部における侵食を防ぐ目的として、ダム下流端にコンクリートによる床を設ける。また、やや下流に小規模な砂防ダムを設け。 それにより得られる水しとめ池による干渉効果を期待する場合もある。上部には水同士と呼ばれる腰流部を設けるのが一般的であり、同時に本体に大きな水抜き穴を設ける。近年では流水や土砂の流下を助け、流木や巨石だけを受け止めることに特化させる目的で、園庭中央部の停滞をなくし、代わりに中央部に構成の枠などを設けた10型砂防園庭と、 呼ばれる構造も増えてきている。砂防園庭の主目的は、泥体の上流側に砂礫を堆積させ、それにより、河川勾配を緩やかにさせ、その河川の侵食力を小さくすることにある。園庭内に土砂が溜まり満砂状態になった場合でも、土石流発生時は、川床勾配が緩やかになるため、著作量の十からント程度の土砂を貯めることが可能とされる。ただし、 川床が緩やかでも、土砂移動がしやすい火山や、計画補足量、計画堆積量を確保する必要がある場合は、除石による管理を行う例もある。他のダム同様、土砂が砂防ダムによって止められることで下流に土砂が流れなくなり、海岸線の後退や川床低下が起きるとされる。また、センサや海砂の供給もストップする。また、魚の素性が阻害されるため、 一部では、挙動が設けられる。第六道道千里目日本における、砂防園堤の始まりは定かではないが、広島県福山市には1700年から1800年にかけて多くの石積み式砂防園堤が建設されている。1873年には、親とい外国人である、ヨハニス・デレーケが来日。現在の砂防ダムの基礎となる思想や、工事の体系を構築した。 その後、フランスからの技術導入や留学を終えた日本人技術者たちにより現在の砂防事業の体系が確立された。1897年には砂防法が成立し、現代に至る近代砂防事業の始祖となる。砂防法成立時、事業主体については2都道府県以上にまたがる。砂防事業は国の直轄事業として1都道府県内は 各都道府県の事業として行うとされ、これが現在まで継続している。ただしこれには例外もあり、大規模災害に伴う砂防園庭の整備は一都道府県内の事業であっても国直轄により行われることも多い。例えば立山における砂防ダム整備事業は現在国の直轄事業となっている。これは飛び越し地震により発生した飛び山崩れに伴う、 立山カルデラの土砂流出対策事業として、当初は富山県が1906年から国庫補助を受けて、白岩砂防園庭より上流の砂防工事に着手したものの、度重なる破壊と莫大な費用がかかり、1926年に特例事業として国直轄の事業に変更となったものである。また、1999年以降行われている。 雲前普賢竹の火砕流に対応するための砂防園庭の整備も国直轄により行われている。1996年に設けられた文化財登録制度では登録有形文化財として200近い砂防園庭が登録され地産地水種別の大半を占める。白岩園庭かヶがふち園庭。ありがとうございます。